ではトトマトジュースの製作についい。てて教えてください、はいえっと、まずトマトジュースを扱うことが決まった時に、えっと、自分の商品の強みを知るために他のトマトジュースとの飲み比べをして、えっと、甘さや酸っぱさ風味や濃厚さなどに対し点数をつけて自分たちの商品の強みを知りました。私たちの売ってるトマトジュースは、えっと、とても甘くてでも酸っぱさも消えてなくって程よい酸っぱさで濃厚なトマトジュースになっています。 えー僕が話すのはみんなあのそ,のその時いたメンバーなんですけどそのメンバーみんなで井上雄一農園さんのトマトジュースをの原材料のトマトを作ってらっしゃる農家さんに実際にお邪魔してみんなで収穫してきたんですけどその時の収穫の大変さやその実際に食べさせていただいて味の違いなどを知った上で。 その自分の経験を生かしてやりたいなと思ってますでその帰り員なんですけどポスター撮影をみんなでしました、えー、メンバー個人の個人個人個人のポスターやみんなの集合写真でにぎやかな写真だったりいろいろ撮ってきましたトマトジュースのおすすめポイントを教えてください私たちが使っているトマトジュースが本当に濃厚でえっ、ー、とミニトマトを10種類と えっと、フルーツトマト2種類あと食用の調理用のトマト2種類の合計14種類のトマトがこの中に入ってますで私もともとそのトマトジュース苦手な方だったんですけどこれはこう無駄なものが入ってないからかこう自分でもスッと飲めてだからその苦手な人にこそ飲んでほしいトマトジュースになってますあトマトジュースのおすすめの調理方法を教えてください。 えと自分がトマトジュースを買った時についていたレシピの中で、えー、パウンドケーキというものがありましてそのパウンドケーキはおいしそうだったので、えー、とスイーツとかを料理したことない自分でも作れるのかなって言って作ってみてでそれで、えー、と家族に食べてもらったんですけどとても評判が良かったです。 えと自分自身もともとこのプロジェクトに参加した結果がこのレシピブックなんですけれどもその中に入っている「キラキラ乙女のムース」というものがございまして、まあ、作ってるのはこんなぽ <laughs> っちゃりとした男子高校生なんですけれども、えー、とそれを作った時にとてもなんかインスタ映えがしているっていうのをみんなに言っていただいてでそれが結構自分の中では楽しかったなと思ったのとあともう一つあ思,う思うところがあるのがえっ、ー、と トマトスープを作ったんですけれどもそれは実際にその販売した際に試飲として出させていただいてでその時にトマトジュースが嫌いなお客さんに飲んでいただいた際に「わあ、これおいしいじゃん」って言ってトマトジュースのとかトマトが嫌いなお客さんが自分でそのトマトジュースを買ってくれてっていうことが自分の今のスタートアップのやりがいにもつながってます。